はい、それではですね、合格のための一括要約リストとね、ということで10年間の問題を今年出そうなところだけね、重点的に説明します。もちろん皆さんは広く全部学習してくださいよ。ただ今年ここだけ雇いてもらいたいと、まあそういうところを少し説明していきましょうね。これは簡単に説明できますので、皆さん一つ一つしっかり丁寧に読んでくださいよ。ね。でまず合格のための学習法ということで、しっかりここの10年間の過去問全部ね、2番から9番しっかりやっていきましょうと、こういうことです。そうしますと、まずですね、どういうところをやっていくかというと、どこの語句の選択ね、それからこの語句言葉を選ぶ、これ太字ですな、太字が出てくるんで、これをしっかりと太字の意味が理解できるようにしてください。太字ね、これは記述式ですからね、これは文章としてポイントだけ理解する。何を書けばいいかというポイントを理解してくださいね。ポイントを理解する。こういうことだという。こういうところを説明しますから。コンクリート項も一緒です。コンクリート項も語句と記述です。ね。全部語句と記述です。品質管理は、どこの、要するに語句と、ね。どこの記述と。こういうの同じなんで、要するに。コンクリート項も品質に関する問題のコンクリート項の品質ですよね。で、語句の選択と、記述ね。ここでは4番は安全管理、語句と記述、これ太字だな、太字、ここは太字や、ここはポイントを覚えなきゃいけないと、こういうことな、学び方な。から施工計画、これは記述ね、それから環境の、これは語句から環境の保全の記述と、まあ、こういうパターンがありました。ということで、この、ここのところですね、語句の選択のところでは太字に注意しましょうね。で、記述のところではポイントをしっかり、どの用語がポイントになるんだということをしっかりと、まあ、理解して学ぶと、これが一番最短のコースでいる。これをこれから説明していく。こうやるんですね。まず最初にほら、このね、どこの語句、語句というと太字や太字に注目。だからまずこれ、構造物の裏埋めの埋め戻し、ね、ここでは裏埋め材料非圧縮性である、こういう問題ね、非圧縮性ということでしょ。それから、あとは裏ごめ材料の埋め戻しの1回の仕上がり厚さ、これ20センチ、普通は30センチだな、だけど20センチですよ、裏ごめの場合はね。だから裏ごめの場合は、地下排水口を設けて入ってきた水を処理しましょう。この3つな、重要なポイント3つ。それから今度、29年の切り戸施工、切るところだな。これはですね、この時、切り戸をする時の施工機械は、土質条件に合わせて選定する。要するに粘土なのか砂なのかによって機械を選定する。こういうわけだな。じゃあこの炉のところを見ると、切り戸の施工中に雨水による糊面浸食を発生しないようにしましょう。ね、ということで、糊面で雨降って崩れちゃうからね、浸食を防止する。ということは、浸食。それから今度はここですね、切り戸糊面では高さ5メートルから10メートルごとに幅1メートルから2メートルの小段を設ける。こんなことだな。こういうふうになってて、こうだな、高さが5メートルから10メートルに、ここだ、小段だな、こういう小段、小段をつけるね、これは幅が1から2メートルですよ、まあこういうことだな、こういう小段をつけましょう、ここ小段だな、まあこういうようなことを覚えておかなくちゃいけない。それから切り戸部の表面排水を考えて適切な勾配、まあこれは 3%、 切り戸は 3% ね、それから盛り土の場合は3から 5% ですね、まあこういうのを守りましょう、こういうことですね。それから次に今度は語句の問題ね、あるいは計算問題とか語句の問題ね、それからここではまずは土の変化率と土量計算、ここですね、土の変化率、これほぐし率なんですけど L、ね、ほぐし率 L はほぐし土量割る地山土量ですよ。で今度締め固めの方ね、この C だな、コンパクションって C なんですけども、締め固め率は締め固めた土量割る地山の土量ですよと。でこれ L とか C は何に使うのというと、 L はほぐし率は運搬計画ね、ダンプに積み込む回数を計算する。それから C の方は何流部だけ土が盛り土できましたかという配分計画に使う。運搬計画と配分計画、この用語をしっかり理解する、こういうことだな。でここでは盛り土のですね、施工について、ここよく試験に出ますね、盛り土材料は
船団強度を高くし圧縮性が小さいもの、それから吸水による防潤性が小さいもの、ぐっと圧縮がしにくいものね、それから圧縮性が小さいもの、それから防潤性がバーッと広がっちゃう、水含んだらバーッと広がっちゃう、それ低いものを望ましい、このセットはしっかり理解したということだな。それからのり面保護工といって、のり面ということだな、こういうのり面の保護するのは植生でやる場合と、こういうふうなブロックで置く場合と2つあるの、構造物であるのね。植生根ののり面、はじめにまず緑化ね、こういうふうな保護工をやるときは植生で植物を植えてやるということだな、そういうことを考えよう。それから今度は切り戸のり面の場合はどうするかというと、どうやっていくと上から順番に保護工を向く、方向はこっから求めるんだよ、ね、こういう上から求めて作っていくの、こう上からこう下へ、下から上へ作っていくんじゃないな、上から下に方向を設けましょう、いいですか。それから今度は、水路ね、これ水路は乗り方や小段に設ける、乗り方ってここだな、ここに水路はこういうところに排水口を小段、ここに小段ってあったな、こういうところ、こういうところに排水口を設けるね、だから乗り方や小段に排水路を設けました、工事するときはな。それから、まあ、あの縦排水路のり尻で、ここで集まった水は縦排水路で、ここで集まった水はここへと、でここで集まった水はまたこう下への大阪ね、まあ、こういうふうにして縦の方も入れて、ここにね排水路を作って、縦排水路でのり尻ってこう一番お尻のり尻だな、 ここのところのり尻ってのり尻のところで水を集めて排水すると、まあ、そういう考え方をしてくださいということだな。では今度は土工のですね、記述式だ、ポイントだな。今年はここだな。令和2年30年29年のデノまで出てんだな。軟弱地盤対策工法。だからサンドマット工法って何か、これよく出てんだね。これは地盤の表面に砂を引く。まあ、大体これは 0.5 メートルから 1.2 メートルぐらいね、砂をこう引くんだ。ね、そうすると何かというと、軟弱層の厚い密のために上部排水路になる。そして走行性を改善する。サンドマット工法は敷き砂をして、表面の上部を排水をして、排水をして走行性を改善する、まあトラカビリティを確保すると言ってもいいよな、まあ、その言葉をここはしっかり書けるようにしよう。それからサンドドレン工法、これは透水性の高い砂中を打ち込んで厚密を促進して、ここだ、厚密を促進して地盤の強化を図る、これはサンドドレン工法だな。でもう一つは深層混合処理工法、深層って深いんだな、深いところのここを改良しようと、こういうわけで深層、こっちが表層ってここだけで、表層はここの話、深層こっちがよく知る深層処理、これはね固化材、これセメントとかだ、セメント石灰ね、まあ、こういうものを固化材というの、固化材を混合してここでガーッと固めて何をするかというと、変形防止、それから沈下の低減、液状化防止、これは目的でやるんですよね。ということは、まあ、液状化防止と沈下の低減、この2つはいいよ、全部3つ覚えたいんだからな。ということで混合材はセメントはこれを混合してこれとこれと止めることが目的ですよと、まあ、こういうことだな。それから今度ここ断水が非常に高い現場 その発生が出たと、だどうやってこれを調整するかということで、土の水の含水量いっぱい含まれてるからね、こう高含水比だからな、この水をどうやって抜けるか、これ抜気乾燥、要するに天日にさらして乾燥してください、それからこう締めてください、柔らかく締め固まらないから。広げる時どうするかというと、敷き慣らしの時はこう湿地ブルドーザーを使って締めなさい、普通のブルドーザーで動かないからね、だから柔らかくて動かないから、そういう時は湿地ブルドーザー使います。ね、だってバッキ乾燥して締め固めしなさい、こういうのな。それから今度はここだな、建設機械が増で5つぐらいになるんだ、それから2つだけ選んでその機能とか用途とか説明しなさいと、ここに出てくる。そしたらまあブルドーザーだったら掘削して運搬をして敷き慣らしをして締め固めをしますよと、こういうことを書くな。だからトラッククレーンのトラクターショベルだったら掘削と積み込みだけだな、まあ、短距離は運搬できるけども、そっちいらないでしょ、これね、トラクターショベルの場合は掘削積み込み、これ書けばいいでしょうね、まあ、こういうようなことが書けるように、こちら切り地は書けるんだ、ポイントだけ覚えておかなきゃな、バッキーとかこういう言葉をな、湿地ブルゾーだとか覚えておかないと書けないんだよ、だからこれポイントってのはこれだ、こういうポイントだな。はい、今度はコンクリート語の分野に入って、今度は語句だから、これは太字が重要ですよと、太字が重要ですよっていうね、
ということでここだな、コンクリートの打ち込みの型枠なんかなのね。型枠は側圧に対して安全である。コンクリートだったらバーッと膨らんじゃうからな、安全であること。それから石板の継ぎ目、継ぎ目からね、モルタルが漏出するんだよ、漏れるんだよね。だからこう漏出と言葉、モルタルの漏出と言葉ね。それから次は型枠はですね、間隔が開いちゃうんだよ、コンクリートが広がるから。だからセパレーターね、まあ、これを使用してしっかり止めておくという、こういうことだな。それからコンクリートの打ち継ぎ目養生、これはコンクリートの仕上げた後、ブリーディングなどで沈下ひび割れが起きる恐れ、沈下ひび割れが起きる恐れが、言葉ね、ブリーディングは原因で沈下ひび割れがしますよということだな。それから仕上げの後、交換にひび割れが生じた、じゃあどうしたらいいの、困るの、そのまま。そしたらタンピングといって叩くんだな、叩いて、ひび割れを閉じていけばいいということは、上からパン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 とね、叩いていけばいいですよということで、叩いて仕上げると、こういうことな。それから打ち継ぐ際には表面にね、レイタンスが出てる。ブリージングによって上にね、コンクリート打ったらね、ブリージングによって水とセメントの垢が出ると、ここへ溜まるんですよ、ここへ。で、これレイタンスだな。で、これを全部取り除いて、そして水を十分吸水させて、そして新しいコンクリートを打つ。レイタンスはどこ弱点になるから、ここへコンクリート打っちゃうとね、ここへね、ひび割れがダーッと起きて水が入ってきちゃう、ここから。だからこれからのげなきゃいけないね。ということだな、レイタンス。ということで、それから次ここ。コンクリートの打ち継ぎ目な。打ち継ぎ目は漏水やひび割れの原理になりやすい。ね、打ち継ぐときはレイタンスを完全に取るのも当たり前だ。ここだ。打ち継ぐ際にはコンクリートの表面を吸水させる。ここね、取った後吸水させる。で、止水板ってなんだけど、例えば擁壁なんかでさ、こう擁壁、例えば継ぐとするじゃないですか。こう擁壁をね、継ぐとするでしょ。こう擁壁継ぐとするの。そしたらね、ここで言ってる延直打ち継ぎ目って、ここね、このままずっと長く打っちゃうと、こうひび割れが起きちゃう。だからどっかで何メートル間隔にこう区切りを作らなくちゃいけない。それをここで言ってる延直打ち継ぎ目。延直打ち継ぎ目だから、ここへね、ここに設けちゃうとさ、こうやって設けちゃうとね、こう継ぎ目設けちゃうとさ、水が入ってきちゃう。で、これ止めるために止水板設けなさいと。だから止水板というと、これがこういうところにはこう止水板でここをこう入れろと、こういうプラスチックの板を入れろと、こういう板を。で、こっちからこっちに水が流れないの、あれはこっちからこっちに水が流れないのに、こういう止水板をこう入れるよと。だから継ぎ目に直角にこう止水板を入れる。この言葉、延直打ち継ぎ目には止水板を設ける、この言葉は書けるんじゃないな、ということは重要ですよ。これな。でか、ここコンクリート用骨材、骨材の材料、コンクリート用駒材、ね、この駒材にはですね、まず鋭意材、これしっかり覚えな、これを必ず出てくるわ、今年もな。これは対当該性を改善する、ね、冬の要するに浸湿を抑制することができるね。ということで、冬にコンクリートがよく壊れるからな、それに対して強度を高めるためには対当該性だな、高める、鋭意材や当該性、いいか。それから減衰材というのは単位セメント量、これは少なくする。減衰材というのは鋭意減衰材って普通入れるんだけども、こっち側減衰材はセメント量を少なくさせるね、セメント量を少なくさせる。それから高性能 AE 減衰剤ってね、これ何かというとスランプを保持させる、柔らかさが変わらないような、夏でもだからいいよ、夏なんかこれいいよな、ということでスランプを維持できると、良好ね、そういうことをしっかりせるしておこうね。それから今度は記述式だな、何かと、ことさブリーディング先出たな、固体材料、骨材ね、骨材が沈降してさ、軽いのは水だから上がってくるの、水だ、練馬電部では浮遊して上に上がってくるわけで、この現象をブリージングと、だから要するに水が上昇する現象をブリージングと呼んでますよと、こういうわけだ、いいね。それから次にね、コールドジョイント、コールドジョイントは何かというと、ジョイントってつなぎ目だ、継ぎ目がコールド、固まっちゃってるということだから、まあ、だから先打ちと後打ちの根拠、先打ちとこれ先打ちだ、後打ちだ。で、ここのところレイタンスを取らなかったり何もしないで適当に重ねていくとダメなんで、打ち込むときに必ずこう下へ、ね、バイブレーターを10センチだけこう入れるわけだな。で、こう締め固めて両下を上層と下層を一体化させるわけだな。で、ここの不連続をなくすわけ、ここで一体化させて不連続なので、一体化していないから、一体化させないから、一体化しなかったここのところをコールドジョイントって言うんだ、一体化させない、だからこう入れなかった、こういう
レーダーも取らないで勝手に適当にやった。ここ10センチと入れてね、締め固めたらコードジョイントを除去できます。コードジョイントっていうのはだからそういった不良部分なんで、こうやってレーザーを取らないで勝手に施工しちゃったと、これがコードジョイントの原因ですよ。これだからコードジョイントっていうのはそういうもので、フレンズ側面、だから完全に一体化していないフロイド側面のことをコードジョイントというような、それからエイザー、さっき言ったな、これはまあ微細な空気をさ、蒸発させて、ほら、対当該性でしょ、の混合材である。で流動化材って何かというと、これ単位水量を減少するね、コンクリートの単位水量を減少するね、これはもう起立式でもあの太字の方でも出てきたよな。ということでこういう栄養剤と流動化剤、これをしっかり生殖なくちゃいけない、こういうことな。それから今度はコンクリート工の分野のですね、記述問題な、記述問題で、これは何かというと、まあ、28年度ではコンクリートの打ち込みの前にですね、確認すべき事項ということな。でコンクリートこれはここのところ鉄筋工だな。鉄筋工で何を確認するかというと、鉄筋の種類と径と数量を照合する、設計図書と照合するね。だからここで何をするんですかって、コンクリート打ち込む前にどういうことをやるかっていうことな。鉄筋がちゃんと入ってるかどうか、径がいいかどうか、これ照合しなさい。型枠の方、型枠の確認は隙間かぶりが設定されているかどうかを寸法でこうやって当て測んなさい。だから型枠を確認するときはかぶりを、鉄筋工を確認するときは鉄筋の種類と径と数量を照合しなさいと。かぶりは所定の3センチ以上あるかどうか確認しないとスケールだね。ということはこれが照合、コンクリート打ち込み前に何をあなたは確認すべきですかって、こういう問題だな。それからコンクリートの型枠及び四方向のですね、留意点を2つ書いてくれというかな。で型枠はね、このセパレーターを設けなさいと、結局セパレーターを設けてしっかりその両方が広がらないようにしなさいと、ね、片枠にはセパレーターを取り付ける、一つだからここスラブや針下の片枠はコンクリートの圧縮強度は14ニュートンパー平方ミリ以上になってから取り外すという、片枠いつ外すの、片枠取り外しはね 3.5514 とこの4つ、この3つがあるわけで、 3.5 というのはこういうね、大きなこういったようなフーチングという基礎だな、大きい基礎なんかの型枠を外すときは 3.5 だな。でこういうふうになっていて、こうなってる。でこれ柱という、柱なんかはこれ5でいいわけ、ここでこの針のです、ここ針よ、これここ柱、これ針、ここはこれも5でいいわけ で下だけ、この下の型枠だけは14になってからしなさい、これ14な、一番大きい、まあ、こういう形で 3.5、 フーチングは 3.5、 針と柱は5、それから針の下だけ、仮面だけ、ここだけは14になってからやってくださいよと、こういうな、ここのところだ、こういう意味だっていうか、これを図面よく考えて、ここね、こういう図ですよと、まあこういうことなんていうことを理解してくださいですね。それから次、コンクリートの締め固めの2つの留意点、これは内部振動器は50センチ間隔に入れるね、内部振動器は締め固め時間は5秒から15秒程度、こう覚えなさいよといいね。それからコンクリートの養生の方法を2つ書いてください。コンクリートの養生の役割は何ですか、これは硬化に必要な水分を供給し続けること、これは役割です。養生の方法はどんなのか、散水や養生マットを用いて湿潤養生をしましょう、こうやる、このこともしっかり具体的に分かってるでしょ、そういうことを書ければいいと、ね、いうことなんです。だから言葉を覚えなきゃ、散水や養生マットがで湿潤養生をすると、こうやるかな。でか続いて今度は品質の方や、品質の方、今までコンクリート工だった、今度品質の土工だな、品質管理の土工です、ここだな。盛り土の締め固め管理と、これは工法規定と品質規定があるんだな。品質規定は締め固め度で規定するんだな。で工法規定は要するに機械の種類と締め固めの回数と敷き慣らしやすさでいいやん。だから工法規定はこれでありますよ、これ3つだな。工法規定はこれとこれとこれ3つだね。工法規定は機械の種類、締め固め回数、敷き慣らしやすさ、これで決める。品質規定は、品質規定方式が締め固めといったら大体規定する、まあ、こういうイメージをしておけばよろしいということだな。それから今度盛り土の施工の注意だな、これは要するに締め固めの目的は何ですかって、これ強度を高めること、強度特性を売るためになりますよね。ということで強度を高めるために空隙を下げる、空隙密度が大きくなったら強度が高くなるからな、
だから動物構造物でローラーで押し付けるのは空気を抜いて体積を小さくしてしっかり密度を大きくすれば強度特性が高く上がるとな。それから自然岩石比、施工岩石比、要するに自然岩石比が施工岩石比ない場合ね、どうしたらいいかというと、これは岩石比を調整で乾きすぎてたら水をまけね。それから濡れすぎてたらどうするかというと、末期乾燥だな、乾燥させない。だから酸水とこれ結局は岩石比の調節は何でしますかというと、自然岩石比が施工岩石比になったらそのまま施工すればいいんだ。施工岩石比が外れた場合は、水が多すぎる場合は末期乾燥、水が少なかったら水まくと、こういうわけだ。そしてこの施工岩石比になるように調整してやんなさいよ、これはいいね、ということです。それから今度は土の原子試験、まあ、基本的な標準貫入試験は N 値で求めなさいよと、ね。それから平板採火試験は、これはここは地盤係数書いてないです、これ K 値。ね、K 値で求めなさい。あとで出てきますけども、平板採火試験では沈下量から K 値を求めなさい。まあ、こういうことを理解しておこうと。こういうことですね。それから今度は続いて、土工のですね、今度は記述式 のところになってきます。ね、ということで、これは、盛土の敷き慣らし及び締め固めの流言を書いてくださいと言ってな。敷き慣らしはどういう点に注意するかというと、まあ、丁寧な仕上げをしたいと、まあ、普通は機械でずっと敷き慣らしてもモーターグレーターで敷き慣らしてもいいんだけども、これは人力で使用せずね、丁寧な仕上げをしなきゃいけない場合には人力で行わなさいよということね。それから、まあ、普通はモーターグレーターで一般的にやるんだけどね。だから締め固めはこれはですね、締め固め回数は使用材料ごとに事前に施工試験を行ってから決定。締め固めの方法はですね、これは試験、事前にこういった試験施工を行って決めましょうと、こういう問題ですね。それから今度は盛土材料の望ましいもの、これよく出てくるな。これは先端強さが大きくて圧縮性が小さくて吸水の防潤性が小さいことね。ということで、先端力が大きく圧縮性が小さく防潤性が小さい方がいいと。先端力は大きい方がいいね。圧縮性と防潤性は小さい方がいいと。まあこう覚えてくださいね。これよく出てきますよ。では今度、露出の名称、試験を5つかける。まあ標準管理かけるね、ポータブル高温管理試験、平板採火試験とか、土の岩水比試験だとか、塗り漆の密度試験とか、まあこういうのは5つはかけるようにしててくださいね。それから今度ここ。現地試験を2つを選んで、書きなさいというのは、まあ、標準管理試験ね、これは N 値を求めるね、そして地盤の支持力の判定、これは深い地盤ね、こっち側深い地盤の支持力を求めるね、深い地盤で、こっち側平板災害試験、これは要するに地盤反力係数 K 値を求めて、これは地盤反力の支持力同じなんで、これは浅い地盤、ここは浅い地盤ね、深いと浅いが違うな。だから標準管理試験は深い支持力を判定するね、N 値 で平板採火試験は浅い支持力を K 値で判定する、まあ、こういうことをしっかり整理していく、ね、これ何回も出てるんだよね、これしっかり覚えておこう。それから続いて今度は品質管理、今度コンクリートの入ってくるな。でコンクリートのところで検査な、コンクリートのこれは受け入れ検査と、レディングストコンクリートを購入するわけだな。そしたらどういうことをやるかというと、レディングストを検査するときはスランプを検査する、まずはな。8から18覚えて、このスランプ、この時は許容差プラス 2.5 ということだな、そういうことだ。例えば10センチというスランプで指定ね、使用書で指定されてたプラスマイナス 2.5 だからさ、ね、大きい方は 12.5 ね、これ 7.5 かね、ね、要するにこの範囲はだから受け入れなきゃいけないと、こういうことだよね。10から7.5だな、そういうことだね。そういうそのこのスランプ試験で確認する。それから空気量は何で確認する、空気量試験で確認するな。でこれは指定値は大体 4.5% で、許容差はプラスマイナス1.5、これはだから許容差はね、これはコンクリートの種類に関わらないね。普通コンクリートだとか舗装コンクリートだとかね、公共のコンクリートだとか、この許容差は変わらない。これよく試験で言うよ、許容差は変わりませんよ。ね、塩化物がある、これは 0.3 な、こう覚えてくださいよ、0.3 ね。で、強度の方、この強度管理、これは1回の試験で予備強度の 85% で、3回やったらその平均値以上ね、3回やったら1回だけでやるときは予備強度85、3回やったときは平均値ね、以上でなきゃいけませんよ。まあ、この5年の数値をしっかり整理と、書き直しておくというな。
はい、それから今度はですね、今度は極の選択、ね、太字だ、太字の問題、極の選択だかな。でここ、鉄筋の組み立てと型枠の品質、まあそういうことだな。でここ、鉄筋のかぶりを正しくためには何入れるかというと、スペーサーを入れてくださいよとね。それから型枠の荷重や速圧に対して型枠をはらまないようにしよう。はらみは生じない。どれぐらいはらむかというと、これはだいたい3ミリぐらいかな。これにだいたい基準が、まあ、ないわけですけども、決まってるかどうか、それは使用してないと違うんですけども、まあ、だいたい3ミリの基準ですね。それから型枠を開かないようにセパレーターやフォームタイヤを入れてください。型枠ってコンクリートって広がっちゃうからね、それを抑えなきゃいけませんよ、ね。それからコンクリートの品質管理、ね、施工範囲でいけるスランプは小さい方がいいですよな。それから、AE コンクリートの AE 出てくる、まあ、当該に対する耐久性が優れているよ、これよく出てくるね、常に出てくるね。だから AE コンクリートの空気量どれぐらいしたらいいかと、これ4から7になって、これ覚えて、これもね。じゃあ対当該性を良くするのどうしたらいいか、空気量を4から7%になるように調整しなさいよ、 AE 剤入れなさい。これによって増えるから、いくらでも AE 剤入れたらね、余計入れたら増えてくるから、この範囲にしなさいよということな。それから構造物の検査だな。でレミコンするときはこれ荷下ろし、現場の荷下ろし、ね、現場で行いなさいと、ね、現場でやりますよということです。それから、精度の項目、これは実際にどうやってやるかというと、平面の位置ね、それから計画の高さ、部材の形状ですね、まあ、こういったコンクリート構造物が出来上がった寸法の平面の位置が正しいかどうか、計画高さになってるかどうか、部材の寸法一方高さとか幅が等しいかどうか、こういうものを確認しなさいよってことだね。それからあとは塩害とか中性化によって鋼材が腐食するのに対してはどういう検査をするかというと、かぶりがちゃんと残ってるかどうか、これを検査しなさいね、いうことな。かぶりによってこういうふうな害が与えられるかと、鉄筋に害が与えられるかどうか、かぶりを検査しなさい、ね、いうようなことがポイントになってますね。はい、それから今度はコンクリート工のですね、今度は期日問題な、期日問題ということで、令和2年度の問題というのは、各種コンクリートの打ち込みまたは養生時の留意点を2つ書いておくということね。これはあの今のところでですね、養生だから養生、寒中コンクリートだからね、4度平均気温が4度以下だな寒い時だ。で今度初期凍結で最初コンクリート固まっちゃうから、あの、凍っちゃうからね、これを初期凍結防止できる強化できるまでコンクリートの温度を5度以上に保つこと、これは養生するんだな。で初中コンクリートではこれは打ち込み時間が問題、固まっちゃうからな。だからあの固まっちゃうとコールドジョイントになっちゃうから、だからここのところで 1.5 時間以内にね、だから練り始めから終了まで 1.5 時間以内に打ち終わらなきゃいけませんよと、こういう問題だな。あと寒中コンクリートもう一つは打ち込み温度はね、あの5度から20度ね、この間で打ち込んでよろしいですよ、20度で。これは初中コンクリートは35度以下ですよね、35度以下です。これはあのこっち側の方はあの寒中コンクリートは5度から20度で打ち込めるね、こっち側は必ず35度以下温度計で測って、そのコンクリートでなきゃ打っちゃいけませんよ、まあ、この数字も合わせて覚えてるとね、これね、これと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 これな、どっちが出るか分かりません。今度レンズコンクリートのですね、表記の意味だな。どうやって表記するかって、普通こんなになってるの、普通とか24/8/20エンド、こんなふうになってるの。普通って普通コンクリート、このほか普通でないようになって舗装コンクリートとかさ、高強度コンクリートとかもあるわけだ、そういう種類が違うわけだな。それからこの24というのはこれは予備強度、強さ、コンクリートの強度、一番最初に書いてある強度は書いてある、24もな。この8、真ん中に次のやつは8、これはスランプの値だな、8センチ、これは基準だよ。だから実際のオーストが8プラスマイナス 2.5 だから、受け入れるときはこうなるわけだな、この範囲で受け入れるということで、基準書はこう8になった、だからここは8で、プラスマイナス 2.5 ってこれは受け入れがで、施工するときにはプラスマイナス 2.5 を考えていいですよ、これはね、これはスランプだな。それから今度20、ここ20になる、これは底材の最大寸法、骨材な、底材と最骨材、底材の最大寸法ね、これは20です。これ N が、これは何かというと、N というとポルトランドセメント、ノーマルポルトだな、ポルトランドセメント、ね、総強セメントなんか H とかで書いてある、ね、総強セメントとかね、フライアッシュなんて F って書いてある、まあ、それによって記号が違うわけな、そこまで覚えなくていいけど、まあ、ここ最後のセメントの種類がこう出てくるよ、まあ、こんな風にして発注するんですよと、レディングストコンクリートはな、
普通コンクリートで強度はいくら、スランプはいくら、最大速度は先輩いくら、ナノセメント使ってと、こういう感じで発注しますよと。で、受け入れ側はこういうのことやりますよと。これな。これは鉄筋、今度は。鉄筋の継ぎ手の2つあって、重ね継ぎ手と、これは長さを検査。ガス圧接継ぎ手は外観検査。ね。直径が 1.4 倍以上になってるかどうかとかね。まあそういうことを検査。鉄筋と鉄筋がずれてないかとかさ、そういうことをいろいろ見るわけね。これはガス圧接を過ぎてるわけ。これは外観検査というね、まあ、そういうものによって書けるようにしてください。これはね、記述式ですからね、書けるようにしてください。はい、次は今度いよいよ安全管理。安全管理ね、語句の選択問題と太字だな。太字、文字に注意しよう。だからまずは移動式クレーンによる作業の安全管理どうするか。作業を行うときは一定の合図をするの、これ事業者が決めるんだな。事業者はまあ皆さんでしょ、技術者が決めるんだな。一定の合図をさん、合図を行うものを示す、事業者が示すね。それからもう一つは上部戦艦隊、グッとグッと回転するんじゃないですか。パワーショベルとこうやるとね、そう、接触する箇所には労働者を立ち入らせにはなりませんよということな。それからどうしても危ない時は例えば囲いを設けて入らないしなきゃいけないな。それから移動式クレーンの定格箇所を越えて釣っちゃいけませんよと、ものを与えるの定格箇所、この意味だ、言葉定格という、これを超えた箇所をかけちゃいけない。それから釣り人が1トン以上の玉掛け作業やるときは技能講習を終了したの、1トン未満だったら特別教育をしなさい。何もしてないやつこういう玉掛けの業務使ってちゃいけませんと、こういうことは、これを管理上知ってなきゃいけないなということで注意しよう。でここだ、今度明かり掘削、クレーンが終わって明かり掘削、明かり掘削高さ2メートル以上になったら作業支援者を選任しましょうとね。それから大雨の後とかさ、中心の後、まあ、こういう時は地山を点検させよう、地山を点検させようね、ひび割れ入ってるかもしれない、点検させようね。それからここだな、作業するために掘削作業はここは照度を確保する、照明をつけなさいってことね、照明、暗くなった時にいけないからな。ということで照明、照度、こういうところはこう照度というね、必要な照度、照明というね、照度を確保するという言葉が大事なんだな、と注意しよう。はい、そこ、はい、それから墜落事故防止、足場からダーンと落ちること、こういうところの事故の高さ2メートル以上になったら作業度を設けましょうと、いいですね、手すりとか設けましょう。それから防毛を張って労働者に安全帯、まあ、これは墜落制止器具っていうんだけども、まあ、どちらが出るか、どちらも同じことです。これ両方とも今使えるから法規的にな、まあ、だからこういう、これで出るかもしれませんね、これで出るかもしれませんね、まあ、両方覚えておかなきゃということで、防毛を張って労働者にこの安全帯をつけさせて使用させましょうね。で、墜落制止用器具の異常の有無をこれ、ここだけど、これ随時点検、普通は点検なんだよな、普通はこうやって点検って言うんだけども、ここだけは足場のとこだけは随時点検となってるの、注意しよう。ここな、これ注意しよう。いいですか。はい、ここ今度はですね、斜面の切り戸の安定だな、これは斜面こう空気斜面こうやって切るんだな、ここ横出てるからここ切らなきゃいけないね、こんなふうにしなくちゃいけない、ここ切り落とす、まあ、こういう時どうするかというと、その日の作業の開始前にこういうところの亀裂、湧水、落石など異常を点検する、異常がないかどうか点検するね。だから切り戸作業は上から下へ向かう、いいね、上から下へ向かって切っていくんだよ、ね、普通下から上、こう下から上とこれ透かし彫りっていうの、このやっちゃいけないんだな、これは絶対いけませんよ、透かし彫りはダメよってね、まあ、こういうことを出てくるね、注意しよう。透かし彫りとは何かと、下から切る、これ禁止ですよ、これね、上から切らない、透かし彫りで下から上へ切っちゃいけないね、これはポイントだ。はい、それからこれは安全管理の記述式だ。これはだから令和元年度のような問題と、土留め使用工の労働災害の防止対策2つ書いてくれるということだな。これはまずは組み立て作業をする前に組み立て図を作成する、事業者は作業前に組み立て図を作成して、それにやらなきゃいけませんよということだな。組み立て図前作成する、これはポイント。それから切り張りや腹起こしを取り付けるときは、やり玉または杭に確実に取り付ける。これいうことが重要な2つ。だから、土留め使用工の労働災害防止留意点を2つかけ。こういったときにはですね、作業をする前に組み立て図を作成する。だから、切り張り、腹起こしを取り付けるときは、やり玉または杭に確実に取り付ける。この2つがポイントです。こう書いてるわけだな。で、ここ。
ね、その架空線事故、電線だな、電線走ってクレーン作業やると、ね、ぶつかった時にショートしちゃうと、こういったな、こういうことのないようにどうしたらいいかというな、架空事故。はい、これは架空事故はどうしたらいいかというと、クレーンとの間にこれ、離架空距離、このことの、離架空距離を確保する。これは一つのポイントな。もちろんこちらでもいいよ、絶縁防護器具をかけるんだったらこれ。今度装着となってる、なかなかこれ難しいからね、これはね。どっちかって言って、架空事故、理学距離を確保するかけいいわけですね。ちょっと点取れないわけ、まあ、何点くれんだ、こっちが。まあ、ここではかっこよく2つ書いてあるけどね、そういう見方してくださいね。いっぱいちゃんと詳しく書いてあるけど、ポイントは何かっていうと、ここだ。理学距離を確保、だから、架空事故を防止するのは、理学距離を確保すれば必ず安全守れるんだと、こういうわけですね。これでもいいし、これでもいいって言ってるんだ。両方覚えなくていいんだ。な、ということ、そういうことで。力のある人は覚えるからね。で、クレーンの点灯。これはね、これはアウトリガーの最大に入る。もうこんだけでいいんだよ。な。ということで、鉄板式なんて、ほら、分かってる人は書いてもいいよ。ね。要するに、クレーン点灯防止するのにアウトリガー入ると倒れないんだから、要するに。結局ね。ということで注意しよう。それから今度ここ。ね。着用が必要な保護具に、を2つ挙げて、ね。保護具2つ挙げて、その点検項目、使用上の留意点などを書いてください。で、保護棒。保護棒は、要するにこれは要するに、ヘッドバンドを頭部にまあ適合するようなのに、どうして、何をするかというわけだから、結局、顎紐を正しく締め付けて着用すると、こんだけ書けんだよ。な、ということになる。まあ、こっちはいいよ、こういうこと書いても。結論的には、保護棒はしっかり顎紐にしてから締め付けなさいと、しっかり。そうしなさい。安全靴どうするの？つま先部と衝撃を受けた場合は、その外観にかかわらず、速やかに交換しろ。一回衝撃受けて履かせるなよと。ね、監督は。そういうことです。ということで、すぐ速やかに交換しなさい。そういう靴は捨てなさいと。こういう方な。使わしちゃいけませんと。これだけ。現場でね。普通関係ないと使うのがいいかもしれないけど、現場では一回傷ついたものを使っちゃいけませんよと。これは拷問も一緒ですね。はい、行きましょう。それから今度は、ね、施工管理とかですね。施工管理はどういうの？この順番だな。バーチャートで出てくるな、バーチャートを作成していくね。で、この順番通り、日にち通り、一番最初どうするかというと、これはまず要するにここにあるから床彫りをしなきゃいけないな。まず一番最初床彫りをする、ここを掘削すると、こうな、床彫りをこうするな。床彫りしたら軟弱地盤だったと。そうしたらここに置き換えこうだな。まあ、時間こうと思って、ここへだからこの土をこう置き換えるわけ、一部置き換えるわけですね。で、これが終わるとですね、今度はこれ、これ下から順番、あとはこれ、これをこしらえる。基礎採石工だ。ここが基礎採石工。そしてどうするかというと、型枠を打って、型枠を作って、ね。で、ここにコンクリートを打ち込んで、これコンクリートを打ち込んで、型枠をこしらえて、コンクリートを打ち込んで、で、これを養生、水かけて養生して、な、養生をして、そして、型枠を取り外すと。まあ、こういう順番だな。で、まず掘削をして、ね、で、最後に埋め戻すと、このところをな、ここ、こうなってるから、こうなってる、ここを埋め戻すわけな。ここを埋め戻さないわけな、埋め戻す。まあ、こんなような順番は、常識的な順番を考えればいいですよ。これしっかり順番通り考えてください。こういうわけですね。それから今度は環境保全、ね、環境保全の極選択だ、太字だ、こう太字に注意しようと、こういうわけだな。例えばこの特定建築作業 の規制だな、騒音規制を、ね、これは騒音規制の区域を、地域を指定するのは都道府県知事は騒音を規制する地域を指定する。指定するのはこの市は指定する。で、実際に届け出するのは、だから施工者はどこ、いつ届け出る？施工者は作業、特定検査、区域地域だな、なんかの作業を開始する7日前までに市町村長に届け出ましょうと。これやな、これが問題。だから地域を指定するのは知事だけど、特定検査作業をする施工者は届け出るのは7日前までに市町村長に届けてようと、こういうことをしっかり整理しておけばいいですよ。な。それからここ、建設発生度の有効のリサイクル法ってな。で、これは元請けとか発注者とか元請けは建設発生度、土がね、捨てるとこなくて困ってんだよな。だからそれが抑制しましょうと。ね。できるだけ。そのために要するに工事間でよく利用しましょうと。促進。ストックヤードを設けといて、余った土をちゃんと足りないというところをすぐ送るようにしましょうとかする。
工事岩の利用の促進を進めよう、これを抑制するためにね、そして、できたら利用できるようにの建設発生土が廃棄物は混入しないように分別回収して、ね、土は土でゴミはゴミでちゃんと分けましょう、ね、まあ、そういうだからここのポイントでよく出てくるのは要するに発生土の抑制しなきゃいけませんよ、ね、現場内で利用しましょうとかね、それからストックヤードを設けておいて他の現場を運べるようにしましょうとかね、それからここだな、分別しましょう、分別してゴミとか混同しないですぐ利用できるようにしましょうと、ゴミだけ別に分けて捨てましょう、まあ、こういう趣旨のことが、書いてくるんで、言葉で出てくるから分別とか言葉が意味が分かるようにしておくよ、いいわけだな。それから今度は環境保全な、環境保全のところで、建設発生土のですね、コンクリートの階の利用の用途を聞く、建設発生土な、これは何に使うかというと裏ごめ材料として利用する、建設発生土、裏ごめ材料、裏ごめって分かるね、裏ごめの擁壁の裏ごめなんかするわけな。それからコンクリートの階ね、この塊だ、でこういった道路舗装の材料として、まあ、利用されるね、利用の先だな。それからここのところでは特定建設資材、特定建設資材、特定建設資材ってのは要するにコンクリートとかアスファルコンクリートとかね、木材とかそういうものですね、4つだけ決まってるんだな。その利用を確認する、コンクリートどうするかと、これは再生コンクリート砂にしなさいね、それからアスファルトコンクリート、アスファルトの要するにアスファルト舗装のアスファルトだな、表層とか基層だ、まあ、それは再生クラッシャーランとなり、まあ、一般に仮想炉板に使いましょう。でこれコンクリートの方は埋め戻し材料、工作物の埋め戻し材料として使いましょう。それからあとはブルドーザーまたはバックホーの騒音対策どうしますか。ブルドーザーの場合はね、これは更新時に高速走行を避ける、これは一番うるさいんだな。だからこれはこう高速返りしない、行きしないよりかこう負荷を持ってるのが余る音しないと、返りしないとわーっと吹かすからものすごい音がする、これはだから更新時の高速走行を避けるっていうのはブルドーザーだな。バック4の場合はこれは騒音がですね、基準値以下で低音型を使えばいいですよと、ね、バック4なんかは低音型を使ってやりなさいよということだな、まあ、そういうところは書ければいいというか記述だから書かなきゃいけないな。この低騒音型のバック4を使う、これでバック4は低騒音型、こっち側は更新時の高速走行、このキーワードを整理しよう。それで以上のようにですね、一応ポイントとして整理しましたので、皆さんこれはわずかですからね、重要なところだけなんで、10年間その他のところをしっかり確信していただければと思います。ではこれで一括要領を終わりにしましょう。